影響がゼロだととはちょっと言いいにくいです一番重要なのは結果の重大性山上被告に対して刑を軽くしてほしいというふうに言っている方の気持ちは正直理解はできませんこういういいご質問が来ています、えー、奈良地裁に6月12日に届いた不審物の中身 は山上哲也被告の量刑を軽減するよう求める署名だったことがニュースになりました。量刑を決めるに決めるのに、まあ減刑する署名が提出されることで裁判に影響はあるんでしょうかという質問ですね。影響がゼロだとはちょっと言いにくいです。わずかに影響があるというのが正解だと思います。ただですね。 そのの影響の度合いいですがごくごくわずかとととうことは言えると思いまだ、まあ、刑事事件というのはその犯行対応被害の大きさ動機は何だったかそれによるまあ社会的影響などいろいろその量刑にあたっては考慮するんですが一番重要なのは結果の重大性その犯行対応のがどうだったかそして計画的だったかどうかこれがまあ一番大きな影響あるいはその人が前科、ね、があるかどうか。 まあその辺がまあ量刑に与える影響はまあ一番大きいわけですけどそれに比べたらもうごくごくわずかただ影響はゼロとなぜ私が言わないかというと裁判所は判決書くときにですね一応全部の事情はちゃんと考慮しましたよっていうことを判決文に示すためにこういうその被告人に有利な事情を考慮してもなおこれこれこうだとかですね一応判決文の定裁としては全部考慮しましたよその結果こうですよっていうことをまあ判決文に書くわけですね。 ですから書いいいてる以上はは影響がゼロだとと言えないということになりますで、まあ、これがあのご,ご質問に対する答えではあるのですがこれに関連してですね私の個人的な見方からすれば山上被告に対して刑を軽くしてほしいというふうに言っている方の気持ちは正直理解はできません理解はできないのですが、まあ、推測するとですねこういう発想だと私は考えています。 例えば安倍さんは総理の時に大きな仕事としていろんなことをやりましたけどその中で彼らが一番カチンときたことっていうのは憲法条の解釈変更だと思います具体的には集団的自衛権の行使について部分的ではあるけれどもこれが行使可能という内閣の憲法解釈の変更をまあリードした。 でこれは私から見れば当然の解釈変更なんですね憲法解釈というのは時代の要請に合わなくなればそれを変更するこれはいくらでもあることでむしろその解釈の変更がいいのか悪いのかということを国民的に議論して決着すべきことなんですねあるいは憲法9条を改正して自衛隊を憲法上位置づけると つまり万が一にも自衛隊が憲法違反であるというような憲法学者がいたりそういう政党があったりそういうくだらない事態を避けるために自衛隊というのは必ず日本の国家にとって必要なんでそれを誇りを持って仕事をしていただけるように憲法上位置づけるとそのために憲法改正をまあ目指されたわけですけどそれが絶対許せないという方々からすれば安倍さんさえいなければ 日本の国がそっちの方向に行かないんだというふうに考えた基本的にはそういううい人たちだろうと思ってますでそれに加えて統一教会と安倍さんがズブズブであるみたいなね見当違いな報道あるいは批判が巻き起こりましたからそれに影響されて山上被告は被害者であると前にも何度も言ってますけど山上さんは被害者でも何でもないです。親が信じた宗教に 多額の献金をしてそれによって自分は人生を狂わされたんだという被害者意識を持っていることは確かですが被害者でも何でもも何ありません統一教会は5,000万ぐらいのお金を返してきてね普通の宗教団体だったら絶対返さないような。 ものを返したですねもちろん統一協会には重大な問題点はあるのですが自分の人生は自分で切り開かなきゃいけないというこの当たり前のことを理解してないのがこの山上被告ということなんですね親がお金をドブに捨てようが自治体に寄付しようが宗教団体に全財産を寄付しようがそれは親の自由なんですそのことによって未成年の子どもがご飯が食べられなくなったらこれはもう大変なことですから国や地域社会がこれを守らないといけない 大人になったら、どんな境遇に育とうが、自分の人生は自分で切り開く。努力をして切り開く。これが当たり前のことで、自分はそのおかげで自分の人生はダメになったんだと責任転嫁している人間は永久に生きていけないんですね。自分の思うような人生は歩けない。こんな当たり前のことのわからない殺人者、これが山上被告なんですね。そのことは確かです。ただ、 そのことが分からずに私から見れば分からずにこの原型の探案書を出した人たちがいるということですねそれはマスコミのミスリードでもってそう思う人たちが出るのはこれはいし方ないのかなというふうに私は思っていますで他方でですね一定の責任ある立場の人がこんなことを言ってますね例えば法政大学の国際文化学部教授 S さんこの人は何て言ってるかというとネット番組の中で安倍さんの暗殺について 暗殺が成功して良かった。こう言ってんですね。びっくりしますね、これは。あるいは、女性漫画家の愛さんっていう人は、この暗殺事件を知った時は思わず。でかしたと叫びました。夫は。山神様と呼んでいる。こう言ってるんですね。漫画家の愛さんは、映画の上映会で、そうおっしゃったようですね。 これにつさ、ね、まざ、あ、まな批判をされる方おられるんですが、まあ、人格的な、ね、ものについてはそれぞれが考えればいいことだと思うんですけど私はそんなことよりも重大だと思っているのはですねこれ昭和史戦前ですね五一五事件二二六事件というのが起きました五一五事件というのは昭和7年1932年に起きてますこの時は時の首相犬養剛さんが暗殺されていますね。 そして事件は昭和11年1936年にこれ数多くの内閣総理大臣岡田圭介さんあるいは内大臣の斎藤さん大蔵大臣の高橋浩清夫さんこの高橋浩清夫さんというのは日本の国家にとって功績のある人ですね高橋浩清夫さんというのはその日露戦争の時にですね日本はまあお金がないわけですよ。 ロシアと戦争を戦うには大変な莫大なお金がいる。ここでですね。ロシアと戦争なんかしなきゃよかったじゃないかっていう。その能天気な人がいるんですけど、当時のロシアっていう国が東アジア。特に日本にとってどれだけの脅威で、日本がそのソ連時代でいうウクライナとかね。ベラルーシとか、ロシアの一部になってしまう。そのとんでもない危機感を持っていたんですね。これはあの妄想じゃなくて、そういう危機にあったんですよ。日本ってな。だからロシアと戦うことでしか、日本の独立を守れなかったんですけど。貧乏な日本という国が、ね。 戦争を継続するには莫大な外債をイギリスやアメリカの資本家に引き受けてもらうしかなかったそういう中でイギリスに渡って一生懸命そのユダヤ人のです、ね、日本のロシアと戦う意味を説いてですねで必ず勝つと日本はこの外債は必ず返すと彼らを説得して 戦費調達してなんとかかんとかギリギリ日露戦争に勝った大功労者なんですねでこの高橋惠清さんはちょうどこの226事件の時はですね大蔵大臣だったんですけどこの時は軍縮ですね世界的な軍縮の波があって日本もお金がないからいわゆる軍縮っていうのは軍備を縮小するそうすれば日本は財政的に大変助かるんですよ。でそのために軍部としては自分のところの予算が減らされるとどこも同じですね。 今も昔も役所っていうものは自分の予算が削られること、自分の省の利権がなくなること、そこがものすごく辛いんだ。この時も一緒です。軍部の予算が減らされるということに対して行き詰った者たちがですね、高橋克彦さん、大蔵大臣を殺害してるんですね。この大馬鹿者です。この226事件のまあ、いわゆる陸軍の将校たちですね。大馬鹿者なんですが。 しかしこの大バカ者に対してですね彼らは国を憂えてやむにやまれずに立ったんだというのはですねこの間違った当時の新聞ですね今もその新聞は生きてますよ当時の新聞の間違った論調などがあってこの時もですね、まあ、原型を求める民衆の意見は数多かったんですねこれはあのとんでもない間違いで自分の意見が通らなかったらその反対意見の首謀者を殺すというですね とんんででもないい社会状況を作っってたすこの515事件226事件というのはこのおぞましいというかこのどうしようもない歴史ですねこの結果日本というのはその軍部に文句を言うと殺されるんだと一般あるいは政治家大臣そういう恐怖を煽ったんですねこれによって軍部っていうのは思う通りに日本の政治を動かすことになっていったそういう社会を作っては絶対にいけないんですね 日本はそういう中にあって安倍さんの暗殺事件というのはですねこれでもって喜ぶ人たちっていうのはですねどういう人たちかというと日本には憲法9条さえあれば自衛隊なんかなくてもいいんだと自衛隊を憲法上位置づけるなんて必要ないんだと自衛隊っていうのは災害の時だけ頑張ってもらってそれ以外はお前たちは憲法違反なんだと言って嫌な思いをさせ辛い思いをさせればそれでいいんだというねとんでもない間違った考えの人たち。 その人たちからすればあるいは日米同盟なんんかなくたっていいんだと日米安保条約なんか必要ないんだとましてその集団的自衛権の行使同盟国がですね片方が攻められたら第三者から攻められたら自分が攻められたのと同様に一緒になって反撃するんだというこの当たり前の同盟関係これがなかったらロシアや中国や北朝鮮などから国を守れるはずはないんですよ。そんな当たり前のこともう分からずですね あるいは分かっているけど無視して日本の国家なんかなくなっていいんだと中国の一部になってもいいんだとあるいは国家なんかそもそも必要ないんだとこれはあの共産主義の考え方ですけどインターナショナルっていうのはそもそも何かっていうと国家は全てなくなって世界の人民が連帯して共産主義社会社会主義社会を作ればいいんだとめちゃくちゃな発想をしているそれが原点にありますからこの左翼活動家っていうのはですね国なんかなくなっていいんだっていう発想なんですそうすれば幸せになれるんだってこれとんでもないありえない 発想している者たちからすると安倍さんというのはにかくてしょうがないんですねなぜならば安倍さんの言うことが説得力がありすぎて選挙という合法的な手段では勝てないんですよどうやっても常に自分たちは少数派でしかないわけです安倍さんのやっていることが間違いなんだといくら言ってもあまりにも説得力がなさすぎて選挙で勝てないだから自分たちの考えは日本という社会では実現できない そういういスストレスを抱えてるんですね説得力がないのは自分の責任なんですがね説得力ある議論ができないのは全て自分たちの考えの一つは考え自体が間違っているからあるいはそれを説得するための十分な理屈を立てられないからまあ私から言わせればもともとの考えが間違ってるんですけどね説得力が一ミリもない理屈にあるいはイデオロギーにしがみついているからだから 日本のの多くの人たちを説得できないだから選挙で勝てないそのためにスストレスを抱えている人たちなんですね自業自得なんですそれはそのストレスはそれが山上被告という勘違い男によって安倍さんが殺されてそれでもって彼らのスストレスは相当なくなくったんですねそのために暗殺が成功してよかったという大学教授があり安倍さんの暗殺を知って思わずでかしたと叫ぶ漫画家もいると。 その人たちは、五一五事件、二二六事件のあの暗淡たる歴史を帰り見たことがあるんですかね。このご都合主義というんですが、二二六事件、五一五事件はとんでもない、とんでもない事件だと言って山上被告という勘違い男の殺人事件はでかしたというと、とんでもないご都合主義ですね。このことは我々は心に刻まなきゃいけないと思っています。 一つは自分の意見が通らないから親玉を殺せばいいんだというねヤクザのような発想これでは日本の社会はダメになりますよもう一つは選挙で勝てないというのはなんでなんだそれはあなたの議論があまりにも説得力がないから安保法制が通り 集団的自衛権が一部行使が認められる状況になり、そして憲法改正に向かって、日本が少しずつ動いてきたこと、これは今の憲法9条をそのまま守っていれば、日本は安全なんだという議論があまりにも説得力がないから、そのことを忘れてはいけないというふうに思います。